皆様こんにちは東京自由大学顧問多摩美術大学芸術人類学研究所所長大学美術館館長の鶴岡真由美です本日はシリーズの「感染症と文明死からの再生」の第一回として芸術人類学から見る パンデミックと共同性の道について私鶴岡がお話しいたしますまずこちらに示しました本の表紙が見えますくしくもこの2020年の春我が国に新型コロナウイルスの深刻な まん延が認識されつつあった春に芸術人類学講義という新書がちくま書房からリリースされましたそれは多摩美術大学芸術人類学研究所のメンバーによる共同の書物で私が 変の役割をしたものですがこの左に写っております書影からも分かるように人類はなぜ芸術を発するのかという根源的な問いをこの書物は掲げました。芸術とはは表現ですそそしてそれは 人間が暗闇の中をトンネルの中をまさに現在の私たちのようにほふ前進で生き抜いていこうとする時に生きる灯火灯火灯地となってきたものでありました。私たち現代人は全てを手に入れ すべてを克服できるとこの間までは思っていたと思います。しかしここに本書のはめにに掲げた4万年前の共同体の人々が祈りの祈りとしての芸術として神々である ライオン、動物ないしその仮面をかぶって共同体にもう一度パワーを吹き込もうとするシャーマンそのライオンマンを刻んだ人たちの状況と今日の私たちは4万年を隔てていても同じであるということです。 人類の共同体の条件はただ一つ私たちはどんなにテクノロジーが自然科学が技術が発展してもこの4万年前のライオンマンを刻んだ人たちと同じように常に大自然の前では生身であるということです防御服を着ても私たちは その下にすぐその直下に生身を持っています。手を切れば血が出る。小さな異物が入ってくれば命が脅かされる。その状況をおそらくネア,ンデルラネアンデルタールからホモ・サピエンス・サピエンスへの現世人類への境目に生きた このライオン,マンを刻んだ人たち出土地は出土しているのはこれは、えー、現代のドイツ当時はホラーなにライオンがいたと言われていますがその人たちの状況と全く変わらないということをまず初めに私たちは認識しなければならないということです。 そして本書の21ページに私はこのような絵を掲げてみました。何やら大きな人の上に小さな人がちょこんと乗って何遠くを指さしています。これは実はご存知の人も多いように西洋の極めて重要な教訓だったものです。つまり常に現代人というのは 巨人,巨人の肩に乗っているにすぎない小さき人であるつまり地上の最先端にあるものは全て現代人がそれらを発明したのではなく戦死から現代までの全ての人類つまり先人の営みの累積から成り立っているのだということです。言い換えれば巨人 つまり古代人先人は累積の真相を積み上げてきた人々であり私たち現代人という小さき人々は現在の一見輝くような表層の上に生かさせてもらっているけれどもそれは表面からは表層からは目に見えない累積の 分厚い真相がなかりせば現代の表層はありえないということです。そしてこの度の私たちのパンデミックの経験は忘れられ,られていた真相表層ばかりを見つめてきた現代人にその真相が深い 蓄積された人類史の巨人が作ってきた層を裏返して逆転させて見せようとしているつまり私たちは今こそ表層から真相へと目を移して全てをもう一度やり直していくということですそしてこの西洋の禁現は中世の修道士 ベルナルドゥスや近代のあの科学者ニュートンも胸に深く刻んできた教えでした「現代人とは巨人人類史の先人の肩に止まっている小さき人であるゆえにその肩の上から未来をも垣間見ることができるのだ」言い換えれば未来を作るには根源水源塩源 つまり蓄積されてきたこれまでの人類史の全体の総体を見る目を養わねばならないという教訓であるわけです。これを私たちは今日の状況の中でもう一度見直していく必要があるわけです。なぜならパンデミックという今日毎日のように私たちが れまたそれを恐れそしてそれをこれをどのように乗り越えていっていいかと、えー、悩み考えているそのパンデミックというそもそもの意味は何を示してきたのでしょうか。パンとドゥに分かれるその語源はインドヨーロッパ語源で「 パンは全てのという意味であり、ドゥはインドヨーロッパ語源のダーに遡り、それは分ける、英語で言えばトゥ・ディバイド、あるいはディバイドされて分けられたもの、パートとかポーションという意味を含,含んでいます。つまり、パンデミックとは病ではありますが、人々すべてに あまねく、分かち、持たれるものという意味を深く含んでいます。つまり、世界の皆に預けられた契機としてのパンデミックと私たちはここで捉えてみましょう。すなわち、近現代的な個々人からの、個々人のための発想では決して もはや解決できないつまり500年前のルネッサンスの人間主義人文主義というものが生まれたヒューマンスケール人間のスケールに全てを合わせていくのではなくもう一度この地球上地上に織り行きす素,素足で解で 裸足で降り立ち生き物の種であった生き物の種である人類として私たちは皆で乗り越えるものを今問われ与えられているつまりパンデミックとは共同性の回復を促すきっかけトリガーとなるという希望であります。 実際ではパンデミックの歴史を人類は乗り越えてきたその主な3つの歴史をここで押さえてそして100年前のパンデミックをどのように乗り越えたかを見ていきたいと思います皆さんがよくご存知のペスト国死病は ヨーロッパの14世紀1300年代の半ばにヨーロッパ総人口の3分の1の2500万から3000万人の犠牲者を出しその後も数回にわたってペスト・黒死病は起こりましたところがヨーロッパ人はコロンブス以来新大陸を 発見しましまて16世紀には南北アメリカ大陸で天然痘がその結果も加わって蔓延し抗体を持たなかった先住民族の人口の10分の1が減少しあの立派なアステカ帝国やインカ帝国も打撃を受け西洋スペインに 征服されてこの2つの帝国は滅亡するというきっかけとなりましたそして20世紀1918年から20年スペイン風邪と呼ばれるようになった最初は1918年アメリカで発生し第一次大戦の ヨーロッパ戦線へ持ち込まれて全世界に拡大したその感染病スペイン風邪約5,000万人から1億人が死亡し我が国では文芸評論家の島村宝月女性教育家として近代を作り上げていこうとした大山捨松 そして近代日本のたくさんの企業、公共の建築を設計したタツの金吾たちがこれによって命を奪われました。そしてここで私たちはヨーロッパのオーストリア出身の師弟関係にあった画家クリムトと同じく画家シーレが このスペイン風邪のパンデミックで共に死去していることを知らされます。改めて知らされます。1918年1月から20年12月まで、まさに私たちの1年目、そして2年目も、それは止まないのではないかという不安の中にありますが、彼らもまた100年前に、 世界中で5億人が感染したスペイン風邪での目の前にしていました世界人口の4分のの分が犠牲となったのですそして私たちはこの私の「死からの再生」の第1回の今回の講義で、えー、芸術というのは人間というのは芸術を欲するなぜなら 自分たちの宿命や運命を不幸であっても幸福であってもそれを表現する生き物が人類なのであるっていうところから出発しました。エゴン・シーレは芸術家でした。画家でした。そして彼は1918年に亡くなる遺作としてそれまでの 彼の作品とは全く違うこのような力強い家族と題する作品を描きました。1918年10月28日妊娠6ヶ月の妻エディットが亡くなり子供は母体と運命を共にしそしてその3日後にシーレも同じ。 パンンデミックスペイン風邪で盛況します彼の若き日の作品は若者らしいエゴイズムに満ちたもの自己主張に満ちた自画像あるいは女性をたくさん描きエロティシズムの境地をテーマにしたものそうしたものが彼の若き代表作でした。 しかし彼はこの感染症の蔓延のトンネルの中で核も力強い家族像というのを残していきました。手前の前景には生まれなかった子供が、しかしふっくらとした頬を見て、頬見せて、微笑んでさえいます。そしてその後ろに母としてのエディットが えー、それを包み込みさらに一番上でエゴン・シーレ自身がこの家族を支えているという作品なのですそして、えー、クリムトは師匠と仰いだあエゴン・シーレが師匠と仰いだクリムトはベッドの上で亡くなりそしてそこにエゴン・シーレが えー、見舞うしかしその時はもうクリムトはこちらの世界にはおりませんでしたしかしクリムトもまた近代の社会への警告だったのか1910年から15年にかけて決定的な彼の、えー、名作「死と生」を を描きました左側に死右側に生きる人々の生命の流れ西洋では死が偶意像アレゴリーとして死は時間をどんどん刈り取ってしまうため大きな釜大釜を持,持ってそして人間を死の淵に招き入れようと引きずり込もうと しててそこに立っていますしかし右側ではむしろ生命にあふれる一番上は母親と赤ちゃんそしてその下に少しうつむき加減の老婆さらにその下には男女がそれぞれを守ろうとして抱き合っています。そそしてそこには 華やかなモザイク、花のような装飾が生命として描かれています。最初は金色の背景だったものを、ここでは灰色のバージョンに最後は彼は変えたと言われています。クリムトもまたウィーンという華やかな都で、生きている人々の、むしろ富裕な人々の、 私たちのこの間までと同じような消費生活を謳歌する個人の肖像画を描いていましたしかし彼は一方で常に近代社会というものはこの左側の死に凝視されているそうした危険の中にある死を忘れてはいけないメ,メンともり といいうもののを表現の中で発していましてまた右側の装飾性豊かな彼の表現は生を生命を謳歌するという意味ともう一つはその華やかな色彩や光というものが闇によってむしろ生は死によって 支えられている生は死によって深く掘り下げられるべきものであるというメッセージを警告のように発していたのかもしれませんそうした意味で彼のこの傑作は今日まで残り私たちの心に刻まれるものとなったのです。 ところで、まあ、この2人の非常に凄惨な最後を経験した、まあ、2人ともオーストリアの画家でありましたけれどももっと北の国ノルウェーには同時代にムンクという人が えー、おりましたムンクは結論から言うとこのパンデミックを乗り越えましたムンクのパンデミックの経験とその乗り越えは何を彼にもたらしたのかということをここで、えー、次に見ましょう皆さんがよくご存知のあの叫び タコ、えー、坊主のような、えー、顔そして両耳を押さえてそして、えー、不定形に揺らぐオレンジと群青色の空や背景そ,そして橋の向こう側から男でしょうか2人が近づいてきて自分自身がここで叫びを。 上げていいるという非常にまた壮絶なこう内面の叫びを彼が描いたのが1893年でしたそしてパンデミックが1918年に始まったそのただ中の1919 19年に彼は自画像を描いています左の叫びはパンデミックより前 そしてパンデミックのウィズ・パンデミックですねの、まあ、発生した後のこの自画像は随分と同じ画家ムンクの作品でありながら違う様相を持っています。それはなぜでしょうか感染症によって分断された世界をムンクはムンクも 経験しましまた私たちも今社会的には会いたいと思う人や同胞たちに自由には会えないある意味で壁に扉によって閉ざされた分断された世界を今私たちは生き抜かなければならない。 状況ですしかし分断された世界こそが全体による乗り越えを生んでいったということを文句の自画像は語っているように思います。文句はこの絵の中で患者である見る人たちである私たちの方を 見つめていますパンデミック経験前の彼の作品「叫び」はいわば閉じている私自我というものを一生懸命描こうとしていますがしかしパンデミック体験後のこの自画像はこちらを見つめそして私たちに何かをよろ 呼びかけようとしている対話をしようとしている手を差し伸べてほしいあるいは手を差し伸べましょうかと椅子には座ってじっとしているようですが明らかに私たちの方を見ているつまり叫びが閉じている自我であるとすればこの自画像は開いていく自我 私というものがにじみ出ていると見ることができます。つまりパンデミックは何かを終わらせてしまう状況ではなくて何かを産出する生む状況なのであるということを文句のこの重量感のある自画像は そううしした思考の転換を示しているようにも見えますつまりこれは内向性から外向性への意識内に向かう私ではなく外に向かおうとする私の意識が描かれているのではないかということですつまり言い換えれば閉じる個人の苦悩から開く人類全体の苦悩へと,と 解決へとそちらに向かおうとする意識が現れていないでしょうか。もう一度パンデミックの語源を見てみましょう。このパンデミックの「ド」というのは分離する、分ける、言い換えれば分かち持つという意味でありました。つまり 一旦分離されることで人々、皆にあまねく分かち持たれるということをパンデミックは願意しているわけです。もちろんそれは恐ろしいウイルスであっても分けられ分かち持たれるもの。つまりそれは非常に逆説的でありますが分かち持たれる全体 あまねく分かち持たれるということによってそれが病気ウイルスであってもその共同性というところに共同性という状態条件というものをパンデミックはそこに秘めている誤解を恐れずに言えば 人類にその共同性というものの回復を契機させるその引き金のトリガーとしてパンデミックは今人類の歴史に打ち込まれているということができます。でまたこのパンデミックのドゥ語源ダーというのは実はタイムという言葉にも 関わっていてい時間自身も分けられる分断されることによってまた時間が発生し進行するというこれも逆説的でありますがこの語源の「ダー」に「タイム」という西洋語の英語の言葉の大元もあるわけです。 つまりタイム時間自身もつまりタイムと態度というのは態度というのは、えー、タイムと態度というのは同じ仲間の言葉なんですけれども態度というのは海の水の満ち引きのことですつまりタイムは態度海の満ち引きのように道と引きで分離されることで刻まれ 時間というものが発生し進行していいくととうことでありますもしこの時間においても海の満ち引きのように満ちることと引くことということで水が分離されなければ時間というものがそもそも発生しないし前に進んでいくことはできないわけです。 私たちが今社会的に一人一人が自粛や隔離や孤立している中でしかしおそらくこのインドヨーロッパ語の語源が人類の幾度も乗り越えてきた経験の中からパンデミックという概念や言葉を 作り上げてきたその経験はおそらく分離されることによってつながっていくという大いなる逆説の中に立ち,立ち尽くしてそしてそこから再出発していくということを示唆しているそれがパンデミックという概念であり出来事なのだという。 ことでありますそしてそのことによってすでに分かち持たれているものの中で私たちはこれから生きていくわけですそしてその祈りの共同性というのがそこに生まれて力強く生まれていくであろうということです死からの再生を祈る ということはどの歴史上の戦士時代からまた歴史時代の人類も行ってきました死からの再生を祈るそしてそれを画家たちはビジュアルアーティストとしてイメージの達人として装飾芸術というのにそれを込めてきました 装飾の芸術というのは余白の埋め草ではなくて装飾というのは光の芸術であります。死からの再生への祈りの芸術であるということはこの本「芸術人類や講義」の第2章に私が書いたように古代のエジプトの死の死者の 永遠の生命を祈ってツタンカーメンのおかんの上にツタンカーメン王のマスクをかたどってそしてそれを黄金という最高の飾りで装飾し祈ったようにあるいはクリムトの「生と死」というこの残された作品の中で。 幸福に生きようとする人間の群像が華やかなモザイク像の装飾になっているように装飾の芸術というのは生命の光を取り戻すための祈りの芸術なのだということです。そして、えー ここで最後から2番目になりましたけれどもコロナウイルス新型コロナウイルスというのが世界的に蔓延しそして私たちは今までの生活のスタイルを喪失しつつあるそしてクリムトやシーレやムンクが経験したようにその 喪失を経験したからこそそこに希望を手にできたという経験が以上のような人類史の中にあるわけです。例えばギリシャ神話もその真実を語っています。パンドラの神話の教えというのは皆さんは お聞きになったこととがあると思います神々から、えー、最初の女性パンドラが与えられた箱ないし壺には全てが与えられていましたが神々によってセレブレートされ祝福されそして全てがその箱壺の中に入っていた与えられていましたが それらが、えー、その箱をですね開けてし,しまった覗いてしまったためにそれらが外に飛び出して失われましたしかし全てが失われたことによって最後に希望が見えてきたつまり希望というのは喪失という経験によってもたらされる というここでも大いなる逆説を人類は経験してきました。パンドラの「パン」というのは先ほどから出ているパンデミックの「すべて」「すべての」という意味で「どうというのは、えー、同じくインドヨーロッパ語源の「与える」ということです。ててが与えられてきたパンドラの箱を 昨日までの近現代人はパンドラと同様同じように持っていたと思います。しかし人類がパンドラたちの失敗と同じように何かその祝福された箱や壺に詰め込まれたものにさらに欲望を見出そうとして すべてを一旦喪失する。しかしそこで初めて希望というのが授けられるという教え神話であるということができます。そしてこれはギリシャ神話ですけれども世界のあらゆる民族がその経験をですね今日のパンデミックの私たちと 全く同じ経験を繰り返しながら乗り越えてきたその、えー、教え学んだ教えであったというわけです。私たちもまた大いなる教えのを獲得できる大きな重要な経験ができるその渦中に今いると いうことでありますそれは古代人と全く変わりませんということです世界に蔓延していったそうした疫病がありましたしかしその洋の東西で離れていてもユーラシア大陸の東の端に日本列島があり西の端には私が専門としている ケルトの文明がありそこで人類はすべてを失っても逆に失うことによって希望というものを手に入れそしてもう一度歩み始めましたそしてそこには共同体の中で皆が生命循環への祈りを始めた 改めめて始たたわけでしたケルトの文化圏例えばこのケルト十字架がたくさん立っているアイルランドのようなところではやはり19世紀の前半には大きな飢饉がありました100万人が死んで100万人近くが新大陸に移民したと言われています その中でアイランドのケルト系の人たちはしかし生命というのは途切れるのではなく循環し回転し回帰してくるというふうに信じました。それはある一つの重要なケルトの暦に知恵があったからでした。死者というのは誰のもとにも 年年にに度回帰するることによって1年が明けるつまりケルトの暦では今日でいう10月31日に死者が必ず家に帰ってきてそれが1年の大晦日となりそして必ずその夜が明けて新しき年がやってくる。 むしろ生命的な明日が明けるということは死,死が一度その前夜に帰ってくることによって明日からの新しい生命の希望を授けるという死からの再生というのがハロウィン・サウィンの厳かな10月31日の大晦日の夜でしたということです。 循環とか生命の循環や苦しみから脱出する回転や失われたものがまた回帰してくるという奇跡のような現象はそのハロウィンサブウィンの夜に必ず起こるとそして新しい夜明けが次の朝にやってくると。 それを信じて2000年以上の,そのケルトの暦はこのように生きてきたわけでした、えー。次回においてまた詳しく申し上げますがケルトの人たちはこの私の、えー、ラフなイラストですけれどもその左上のところにある11月1日は 死者が回帰することによって明けた新年そしてそれから5月の1日の前夜まで冬の闇の半年が始まるわけですしかし5月1日右下の5月1日の前夜から朝になっていく中で光の半年がまた必ず戻ってくるつまり闇死 絶望から光再生希望へとこのハロウィンサウィンからベルティネという夏の始まりのところまでをなんとか闇の半年をしのいでそして5月1日からまた光の半年へというふうなその生命の循環するサイクルを彼らは信じていました。 おそらく私たちは古代エジプトの人々もまた100年前のパンデミックのクリムトたちも深い死を見つめました。しかしそこ,そこにおいてこそ闇の中に光がまさに見えるように。 つまり光を支えているのは闇であり生命を支えているのは死であり生きている人々を支えているのは死者たちの力でありそして冒頭に申しましたように私たちの私たちの現代を支えているのは先人たちの累積された 真相のものであるというそうしたたくさんの目に見えない闇の死の絶望が光の再生の希望を支えているということを100年前のパンデミックそして人類が乗り越えてきたさまざまな困難の経験が 語っているということができますそれでは次回はケルト文化から読むジ難と救済聖地、御助、お互いの助け合いとは何かについてお話ししますお元気で次回お目にかかりましょうありがとうございました